宝塚記念にメロディーレンちゃんを出走させる森田調教師です。こんにちは。おはようございます。おはようございます。先生、メロディーレンちゃん今週宝塚記念に出走しますが、状態の方はいかがでしょうか？好調の波がない馬なので、まあ、順調に来てます。順調に。先週、まあ、ダンの騎手が乗ったとはいえ、メロディーレンちゃんが今までにない時計を販路で出しましたけど、先生、動き見ていらっしゃってどう思われましたか？ダンの騎手軽いからね。ジョッキー乗ったとはいえすごい時計ではありましたよね。最後も12秒台で。でも15、6キロ女子と差ありますから、ね。はい。軽かったらあれぐらいの時計で、ね。はい。普段やっぱりハードトレーニングしてますもんね。はい。ちなみに週末日曜日もコースで一応乗られたんですか？まあ、うちはもう水曜日が半ので、はい、日曜日はだいたい進行してやってるんで、まあ、いつも通りに状況メインですね。日曜日の動きはどうでしたか？日曜日、まあ、まあまあこの間なりに順調な感じの動きでしたね。はい。先生の娘みたいに言われますけど、見ていてどういう存在ですか？まあ、無事にね上がってきてくれたね。はい。まあ、それが、ね、一番いつも心配してることで。そうですね、本当に無事にレースを終えてくれたら、まあ、一番ですもんね。はい。宝塚記念距離2200っていうのはスタミナ型のメロディーレンちゃんにとっては少し短いのかもしれないですけど。だいぶ短いです。だいぶ短いです。実際どのぐらいあってほしいですか、距離は？最低2600。2600以上。大雨でも降らない限りは。大雨でも降ってちょっとね、スタミナ勝負になってくれたらいいですね。他の馬が目が出てくるからね。はい。でも予報は曇りから。そうですね。メロディーレンちゃん自身はバテないですもんね、絶対に。よく言ってくれたらね。ちなみに先生、ファンの皆さんは結構先生とメロディーレンちゃんのコンビっていうのがすごくお好きみたいなんですけど、そういうファンの皆さんに向けてメッセージお願いしていいですか？何言っても皆さん目を覚えてくださってね、本当にありがたいし、まあ、愛されてるまだなと思います。はい。あとはね、皆さんであんま応援でもしてくれたらありがたいですね。そうですね、皆さんメロディーレンちゃんのためにこの何日間かで雨乞いお願いします。メロディーレンちゃんでした。頑張れー。